はい、こんにちは高野雲です。今回ご紹介したいジャズのスタンダードナンバーは「チェロキーですね。これは作詞・作曲「レイノーブルで1938年に作られた曲です。元はといえばバラード用に作曲されたそうですところがですね翌年の1939年にビリー・メイ楽団の,あのビリー・メイが編曲してですねあ失礼しましたビリー・メイ楽団じゃないチャーリー・バーネット楽団のビリー・メイが早いテンポで編曲したんですね。 そしししたた。らヒットしちゃいましたで多くの人たちが取り上げるようになりましてそれで40年代になるとジャズビバップの時代を迎えますよね。それでビバップで例えばチャーリー・パーカーが「ココ」っていうねコード進行は一緒なんですけれども上に乗っけるメロディーを変えて。 吹いたことによってです、ね、まあ多分著作権の関係でねサボイっていうレベル弱小レベルだったのであのチェロキーを使ってしまうとあの著作権料使用料を払わなきゃいけないのでだからあのチャーリー・パーカーの「サボイ」に収録されている曲はほぼ全てあれなんですよねあの上にめ乗っかるメロディーは違うメロディーなんですけど、ね、原曲を吹かないでそれで。 新しい曲だよっていうことで録音していたりもしているんですけど、まあ、多分ステージ上ではですねライブとかではチェロキ演奏していたと思うんですよねでアップテンポで,ですごいアップテンポで演奏される曲なので,でそのすごいスピードに乗っかってアドリブを取るとまあすげえってなるわけですよねだから自分の技量を誇示するためにもっていう意図もあったんでしょうね。 この曲が素敵だとか素晴らしいとか多分そういった意味はそういった気持ちではあんまりなかったんじゃないかなと思うんですよね。だってそもそもこの歌詞があれですもんねインディアンの少女についてあのラブしてる声ですからね。インディアンの少女のチェロキーちゃん僕は君を忘れないよみたいなそういった歌なんですね。だけどそれをタラッタッタラダラパッパなんてそういうメロディーで <laughs> 吹かないと思うんですよ、多分ね。だから 多分もう40年代以降ビバップの時代になると自分の技量のすごさだったりとかあとチャレンジ欲をくすぐるための曲チャレンジ曲みたいな風になっていったと思うんですよね。

結構ゆったりしてるんですよ結構2分音符とか4分音符とかでねだけどそれを今度はもう16分音符とか8分音符でいきなりあのテーマが終わったらアドリブ取るわけなので凄さまじいテンポでアドリブ取らなきゃいけないわけでタララタララタララってなるわけでタララがタララタラララってなるわけですよねタラ,ラタラララってなるわけでそういった意味でものんびり聞いていたつもりがなんか急になんかすごい調子が変わるみたいなそういう聴いてる人のギャップも 驚きみたたいのももあっりしてですね演奏する人も良い準備運動になったんじゃないでしょうかねテーマ演奏している時は割と緩やかなメロディー吹いてだけどアドリブになるとだん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 ってもう200テンポ200とかねそれ以上だったりのテンポで演奏されることも珍しくないわけでその200以上のテンポで。 8分音符吹いたりとかね16分音符吹いたりとか3連交えたりとかとてもとてつもない速度の上でしかも即興演奏するわけなのでもう肉体と頭脳をすするわけですよねだから肉体と頭脳を酷使するビバップにとってはもう格好の素材となった演奏になったんじゃないかなと思います。でで今回はですね、えー、その チェロキーというですね、素晴らしい曲をですねあの、アドリブの素材としても素晴らしいですし、原曲自体もメロディーがとても口ずさみやすくて覚えやすくて素晴らしい、チェロキーという曲のおすすめ演奏、おすすめ歌唱を4つ紹介しようかなと思っております。ということで、行ってみますね。まずは、リタライスですね。これは、ピム・ヤコブスっていうねピアニスト、有名じゃないですか、オランダの人のね。でピム・ヤコブスの嫁です。で、旦那が、 ム・ヤコブスがピアノを弾いてます。これはジャズ・ピクチャーズというですねフィリップスというレーベルから出ているアルバムに収録されているんですけれどもこれはですねリタ・ライスが伸びやかでワイルドな声で歌っているんですよねとても聴いてて気持ちがいいですねでリタ・ライスの声もさることながらバックで ブラシをすすってるですね、あるいは叩いているケニー・クラークのドラミングも素晴らしいのでやっぱこう速い曲だとこうねブラシが映えますよねすごくビシュバシュビシュバシビシ,ビシって気持ちいいですよね特にもうケニー・クラークはブラッシュ,ッシュワークの達人ですからだからリタライスの声とともにですねぜひケニー・クラークのブラシも楽しんでいただきたい、えー、演奏歌唱でございます。 で次がですね、やっぱりこれ定番ですよね、この演奏でチェロキーという曲を知った人が多いんじゃないでしょうか、そしてこの演奏でチェロキーという曲を好きになった人も多いんじゃないでしょうか、ブラウン・ローチ・クインテットですね、スタディ・イン・ブラウンに入っている、この抜群の安定感、抜群のスリル、安定感があるのにとてもスリルがある。でさらに アレンジもすごく練られているのでもう聴いてて何度聴いても飽きないんですよねでまあ凝りに凝ったアレンジっていうのは時として飽きてしまいがちなんですけれども全然この曲聴いて飽きないのはまあ、アレンジが凝ってることももちろんなんですけれどもクリフォード・ブラウンのねアドリブも素晴らしいからっていうのはあるんでしょうねだからスリルがあるので何度聴いても飽きないでさらにね 安定感があるんだけれども、とてもスピード感とテクニックが抜群のマックスローチのドラミングっていうのも素晴らしいですね。だから、もう本当に油が乗っている時期のあのクリフォードブラウン、あのマックス、ローチ、クインテットのあの演奏ですよね。まあ、テナーサックス、ハロルドランドでリッチー・パウエルがあのピアノ。そしてジョージモローがベースなんですけどもね。まあ、本当に1956年にクリフォードブラウンとあと。 リッチーパウエル・ピアニストはね交通事故で亡くなってしまいましたけどもしそういうね悲惨な事故がなければもしこのバンドが続いていればもっともっとたくさんの名演をこの世に残していたんじゃないかなと思いますで次の演奏はですね、えー、またドラムがマックス・ローチなんですけどもねでまた今度ピアノがですね、えー、リッチー・パウエルのお兄さんなんですけどねそうバド・パウエルの演奏ですねジャズ・ジャイアントっていうねバーブのアルバムなんですけれども バブから出ているジャズジャイアントで弾かれているこのバド・パウエル絶頂期のですね絶頂期からちょっと陰にさしているっていうあの解釈している人もいますけどまあすごく油の乗っている時期のバド・パウエルのこのスピード感と気品すらあふれるです、ね、この強いタッチで弾かれるピアノはもうスリルと迫力満点ですね。でもうドラマもマックス・ローチですしね「スズ鈴ス鈴カスズカスもうね当時このバド・パウエルの ピアノのスピードについていけるドラマーはニューヨークではマックスロッチしかいないと言われていたぐらいですね。絶妙かつ抜群なコンビネーションですね。まあ、ジャズジャイアントはね、収録されている曲すべてが素晴らしいんですけれども、やっぱりこのチェロキーなんかは最初に聞いた絵もすごく親しめるんじゃないでしょうかね。すごくワイルドで。 とてもスピード感がありですごく明るい感じのオーラも放っている演奏で,でさらにスピード感というか迫力もあるので文句のつけようのないですねほらバド・パウエルの絶頂期ってちょっと怖いよとか難しいよっておっしゃる方も中にはいらっしゃるんですけれどもこういう演奏を聴いていただければ絶頂期まあ初期のバド・パウエルも親しめるんじゃないかなと思います。で最後にですねちょっと変わり種のチェロキーを紹介したいんですが。 これはですね、アルトサックス奏者リー・コニッツのソロで聴いていただければなと思います。これはレーベルはスティープル・チェイス1974年のアルバムです。ロンリーというアルバムなんですね。まあロンリーと引っ掛けてるんでしょうけれども、まあ全曲リー・コニッツはアルトサックスをソロで吹いているんですよね。で、チェロキーも吹いてます。 結構長いですね、18分近くチェロキー吹いてますけれどもただ面白いのがですね全然退屈しないんですよねまあ私の場合ベースやってるからってこともあるんでなんか心の中で無意識に「あンド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 ン」みたいな感じでリコニッツのアルトサックスに合わせてですねベースを頭の中で鳴らしちゃったりするんですよね。 で全然もうガイドラインがない中でですねつまりリズムのドラムとかベースのガイドラインがない中やっぱりリー・コニッツはもうさすが名手ですよね全然ブレることなくリズムブレることなくもう頭の中できっと鳴ってるんでしょうね全然ズレることなくそれできちんとですねロジカルにであとはまあ徐々的に結構ねロジカルさがどうしても表に出てしまうプレーではあるんですけどちゃんと歌心もあるんですよねただその コニッツの歌心っていうのがちょっと分かりにくい歌心だったりもするのでまあ一回聴いただけじゃ一緒に歌えないぞみたいな感じなんですよ。でも、 すごくく頭でっかちなな感じじゃなくてこれリーコニッツの頭の中でとっても歌ってるのがもう止め止めもなくあふれ出ているって感じの17分50何秒ぐらいの演奏なんですね。本 <laughs> 当ねこれはまあ好きな人だけ聞いていただけばいいかなと思うちょっと通受けするような内容なんですけれども興味ある方はこうねアルトサックス1本だけでしかも長時間吹かれている チェロキーっていうのも面白いので聞いてみたらどうでしょうかね。で、さらにこのアルバムはですね。余談ですけれども、ザソングイズユーというスタンダードナンバーも演奏されてるんですが、これはすごいですよ。あの40分近くソロでアルトサックスでザソングイズユー演奏してるんですよね？ ですごい集中力だなと思いますねだってドラムとかベースが例えばこう伴奏を務めていればちょっと休めたりもするじゃないですかまあ悪く言えば手抜けたりもするわけですよちょっと休憩みたいなで、ね、ピアノとかコロンポロンとかってコードを鳴らしてくれて今自分がこの位置にいるんだよってことをナビゲーションしてくれるわけですけどそういうのが全くない中でずっとね40分もねひたすら吹き続けるってことは。 相当な集中力と、まあ、相当もう年季が入っている経験値もすごい積んでる人じゃないと無理だよなと思いますでさらに40分近くよくネタつきないなっていうこともありますよねもうその辺がもうさすがもうリーコニッツはアルト職人ですよねでそういうこともありですねあのチェロキーいろんなスタイルで演奏されているなということがお分かりになられると思います ぜひですね今,日今回はちょっと4つ紹介しましたけど、まあ、やっぱブラウン・ローチ・クインテット辺りが一番おすすめかもしれないですね。<laughs> これが一番バランス良いというかジャズの魅力が凝縮されてる気がします。あとはねボーカルだとリタ・ライスもほ、まあ、他にもいろんなあのジャズ・ボーカリストチェロキー歌ってますけれどもとても分かりやすいと思いますリタ・ライス。 でさらにこうジャズな雰囲気も出ていますのでね。でピアノトリオだとも圧倒的な腕力を誇るですね、バド・パウエルの演奏もこれもまたとても素晴らしいのでですね。もう、まあ、全部聴いてください <laughs> あの。リコニッツの場合は好きな人だけ聴いてくださいって感じですね。ということで、えー、今回はですね、スタンダードナンバーチェロキーのおすすめ4曲をご紹介させていただきました。また別な動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイよ。